よう、シノン。なんだよ、急に。なんだ、あんたか。びっくりさせないでよね。それはこっちのセリフだよ。急に悲鳴を上げて、どうかしたのか？え？うん、別に何でもないの。そっか、ならいいんだけど。なあ、今って時間あるか？よければ一緒にケーキでもって思ったんだけど。ケーキ？この先を進んだところにカフェがあるだろ。なんでもそこの店の来店プレイヤー数が一定数を上回ったとかでメニューが追加されたんだってさ。好きだろ、ケーキ。それはまあ嫌いじゃないけど。じゃあ行こうぜ、おごるよ。あんたのそれきっと素なのよね。だって新メニュー追加とか言われると気にならないか？はいはい、別に用事もないし付き合うわよ、食いしん坊さん。お待たせいたしました。来た来た、うまい。これが新メニューのケーキの味か。このレアチーズケーキもなかなかよ。程よく冷たくて舌触りがすごくいいわ。へえ。んーな、一口でしょ。そっちもくれるなら考えてもいいけど。もちろん。それじゃ一口っと。ちょっと、あんたの一口多くない？これぐらい普通だって。だったら私も一口。おい、それ絶対一口じゃないだろ。ちゃんと一口で食べてみせるわよ。本当に食べた。うん、そっちのも美味しいわね。だろ、新メニューは当たりが多そうだ。しばらくここに通っちゃうかも。それで？ん？何よ、それでって。いや、さっき会った時何か気にしながら歩いていたみたいだからさ。そういうことには異常なほど敏感よね。もしかしてここに誘ったのもそれが理由？なくはないけど、新メニューが気になったのは本当だし。で、何かあったか？まあ、心配されちゃったからには黙っているわけにもいかないわよね。もしかしたら、その、気のせいの可能性もあるんだけど。うん。ストーキングみたいなことをされている気がするのよね。本当か？部屋のセキュリティとか大丈夫なのか？ああ、ごめん。リアルじゃなくて、このゲームでの話。街やフィールドで誰かにつけられている気がしたり、あとはアルゴから私の情報を買おうとしたプレイヤーがいるとも聞いたの。不審な感じがしたからって教えてくれたんだけど。なるほどな。ちなみに狙われる理由に心当たりは？ないわよ、そんなの。となると単純にシノンへ好意を寄せている人物ってことか。でも全部勘違いかもしれないし、今言った以上のことも特にないから。ちなみに今はどうだ？周りにそれっぽい人はいるか？わからないわ。そうか。じゃあここは一つ調べてみるか。調べるってどうするのよ。今思ったんだけど、俺たちの今の状況ってデートをしているように見えないか？あんた今頃気づいたの？え？なんでもないわ、続けて。だからこのまま二人で過ごしていれば怪しい動きをする人物が出てくるかもしれない。特に俺に対しては警戒感を抱くだろう。例えば、お前とシノンさんはどういう関係だ？なるほどね。よし、それじゃあ周りに注意を払いながら。
して黙ってたら全然デートっぽくないと思わない？分かってるけど、いざデートっぽくとか言うと何をしていいか分かんないんだよ。あんたが言い出したんでしょ。じゃあなんかデートっぽいことするとか。何をデートっぽいこと？ケーキをあーんって食べさせ合うとかさ。お断り。もしかしてアスナとはそんなことしているの？それはたまに。たまにね。わかったわ。え、するってどういう？いた。ああ、シノンの後ろからじっとこっちを見てるやつがいる。どうする？シノン、君は俺と喧嘩をするふりをしてここから立ち去るんだ。後から俺が追いかけてやつを捕まえる。オッケー。じゃあ喧嘩のふりよね。ああ。あんたはなんでいつも浮気ばっかりするの？私だけって思ってたのに何人の女とイチャイチャしてるのよ。いいぞシノン、ナイス演技だ。しかしやけに熱がこもってるな。もっとそれより、あとはシノンの後ろにいたやつが動くのを見計らって。そこのお前、彼女に何の用だ？逃げようとしても無駄だぞ。うまくいったわね。話を聞かせてもらおうか。待ってよ、僕は怪しいものじゃない。十分に怪しいけど。僕だよ、浅田さん。浅田？ちょっと、なんでその名前？だから怪しいものじゃないんだって。僕は新川、新川教授。え、新川くん知り合いか？ええ、ALO とリアルでの知り合い。でも知り合いならなおさら、なんで後をつけ回すようなことをしていたんだ？それは声をかけにくかったというか、いつも浅田さんの周りには友達がいてさ。ちょっとお願いだからその名前で呼ばないで。あ、ごめん。 ALO と同じシノンだったよね。とにかく声をかけようかどうかずっと迷っていたんだ。それにしてもやっぱりシノンはすごいな。オリジンでも活躍してるみたいだね。別に普通に遊んでいるだけだけど。知り合いだったってことは。ごめん、変な心配させて。いや、いいんだ、注意するに越したことはないし。君のアバターネームは？リヒタ。リヒタ、明らかにノーマナー行動だったから気をつけた方がいいぜ。まったく、驚かせないでよね。ごめん。まあいいわ、これからはちゃんと普通に話しかけてよね。うん、そうするよ。まさかリアルの知り合い。ストーカーじゃなくてホッとしたわ。彼ね、 SAO 事件の後リアルの方の図書館で知り合ったの。それからも何度か図書館で会うたびにいろいろ話したりするようになって、ではたまたまパーティーを組んだ時に彼がいたのよ。へえ、すごい偶然だな。ええ、びっくりしちゃった。まさかリアルでの知り合いと出くわすなんてね。そういうわけで知り合いって言ったけど、大して深い付き合いがあるわけじゃないのよ。にしては向こうはかなりシノンを慕っているように見えたけど。何回か会ううちにあんな風に私のことをすごいとか言い出すようになって。何に対してすごいって言っているんだろうな。ゲームの腕前かしらね。確かにシノンのゲームセンスは下手なゲーマーよりも上だからな。それを仕込んでくれたのはあんただけどね。あ、ほら、 SAO の時は身を守るためにも戦闘は大事だったしさ。まあ戦闘を教えてって言ったのはこっちだし。安心したらお腹空いちゃったね。ああ、食い直そうか。とりあえずシノンをつけてたのがストーカーじゃなくてよかった。でもあの男ちょっと気になるな。